はい、皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネル、タネニでございます。今回の動画はどんな動画かと言いますと、サムネイル見てくださったと思います。次年度、高専受験生プレゼント企画ということで、どんなものをプレゼントさせていただくのか説明させてください。というのも、来年度は令和4年度ですが、こちら、国立高等専門学校機構の方から公式にこんなお知らせが、今年度の6月にされていました。令和4年度以降の入学者選抜学力検査について、はい、こちらですね、重要なところだけ蛍光マーカーで、マークするとこちらでございます。令和4年度以降、本機構では思考力、判断力、表現力をより重視した入学者選抜学力試験を実施してまいります。どういうことですか？これまでの問題も十分難しいのにっていう、これはどういうことなのかというと、高専入試が変わるぞっていうふうに思っちゃうんですね。で、高専入試が変わる、今よりもっと難しくなるの？どう変わるの？ちょっとよくわかりませんよね。想像がつきません。以前僕もですね、今年度、高専入試出題形式がちょっと変わるよ、高専入試が変わるらしいよという動画を上げさせていただきました。こちらでも取り扱わさせていただいているのですが、今一度ちょっとどういうことなのかっていうのを今一度確認しておきましょう。思考力、判断力、表現力、名探偵コナンみたいなことをしないといけないのかな？麻酔針でプシュッて、ね、おじさんを眠らせて、ね、推理をしないといけないんですか？はたまたじっちゃんの何かけてって言いながら犯人を捕まえないといけないのか？思考力と判断力と表現力って何ですかって話ですよね。よくわかんない。で、またサンプル問題は今年度中に公表する予定ですというふうにアナウンスが入っています。ですが今のところまだ発表されてないんですね。機構のホームページを見る限りまだ発表はされておりません。発表され次第順次取り扱う予定ではあります。で、思考力、判断力、表現力って何という話なんですよね。じゃあちょっと、基本に立ち返るということで、学習指導要領というのが新しくなるというのが、現在ありますので、じゃあ大元である文部科学省のホームページを参照してみましょうということで訪れてみました。はい。じゃあ、こんな、ことが書かれてたんですよ。新しい学習指導要領ということで、どういうことをコンセプトにして、新しくなっているのか、実際の会議だったそうですね。有識者だったり、まあ、このね、文部科学省の関係者様たちが、まあ、共に、どういうふうに学習指導要領を変更していくのか、という、まあ、実際の会議の様子です。その中でですね、プロモーション動画だったり、リーフレットを、参考にさせていただいて、こんなことが書かれていました。学校で学んだことを活かす。他にも、学校で学んだことが明日、そして将来につながるように、実践的な何かに応用するという、まあ、強調がされています。リーフレットに書かれていました。これからの社会がどんなに変化して予測困難になっても、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せを実現してほしい。こういうふうに書かれていました。こちらがリーフレットでしたね。どういうことかと言いますと、こちらから私、こう推察しました。実際に私が投稿したことのある動画なのですが、まあ、実際に学んだことがどういうものに応用されているのか、身近な、私たちの生活の、まあ、活用されているもの、応用例、こちらを強く意識するってことを今まで強調して、動画で、もしくは教材でやってきました。こんな感じですね。なんでこれ学ぶの？なんでこれ学校でやらないといけないの？なんでこれは大切なんだ？っていうことが大切なんですね。はい、これもです。差別化計画パックということで、高専に入った後の予習コンテンツの一部でございますけど、そもそもなんでこれを勉強するんですか？というのも強調してやってきました。これ、なんで今学んでるの？何に応用ができるの？後に勉強することでどんなことと関連発生しているんだろう、こういうことをおそらく強調しているんじゃないかなというふうに推察したんです。こういうことなんだろうと推察できます。で、こちらの何に応用するのか、何に実践するのか、教科書でつらつら書いてあることが何に役立つのか、そういうことがですね、先ほど、学んだことを生かす、とりあえず解き方を覚えて終わりではなくて、それが何にアプリケーション、としてアプリ、なんていうんだろうな、応用されているのか、これもですね、学校で学んだことが明日そして将来につながるように、これからの社会がどんなに変化して、これと、こういうことを言ってるのだと推察できます。ですのでこちらはですね、やっぱり一流の学校の先生だったり塾の先生は教科書の概念を一緒に勉強するときに、おそらく数学中心ですが、この概念はこういうものに応用されたりするよという言及を必ずするようにしていると、体験的に経験的に感じてます。他にも、私たちのその団体として KPC、PDCA スクールもこの点に注意しながら指導サービスを展開してますね。あと、ようやくですね、全体の文部科学省だったり、教科書の方針が、この点、方針に転換するんだなというふうなのが個人的な所感です。で、やはりですね、学校が主催のですね、3月連携で学校主催のセミナーだったり、説明会で勉強させていただいたり、新学習指導要領について相談させてもらったりしてきました。実際にどういう変化がするのか、何を重きに置くのかというのを、今までね、たくさん勉強させていただきました。で、これを踏まえてですね、こちらでございます。次年度高専受験生、何をプレゼントさせていただくのかっていうのを、担当直入に言っていきましょう。はい。さあ、このシルエット何でしょうかね、これ。はい。まず1つ目、思考力、判断力、表現力をより濃く検査する名目の、この3つの力をより詳しく、より濃く検査するための、一部の各都道府県で実施されている、こちら、学校指定別検査、学校裁量試験など、こちらの試験を参考にする、かつ、従来の高専入試の形式にのっとり、かつ、ラスト、日常の生活に各学習分野がどう応用されているのか、他の分野と、他の学習事項とどういう連携があるのか、この3つを掛け算して、コラボレーションさせていただいて、こちらでございます。令和4年度中1から中2の範囲、高専入試模擬試験、実はこれもう完成しております。なのでこちらは、
次年度、次の年度高専入試を受験する予定の皆さんに向けたプレゼントでございます。こちら数学に絞って今回お届けしようと思ってます。合格を見据えたこの教材、無料教材なんですけど、まず最初無料でございます。皆さんに手に取って実際に解いていただきたい。中1から中2の範囲、今の時点でおそらく皆さんは中学2年生までの範囲を全て学習済みということで、中1から中2の範囲で自分の学力が高専入試形式でだいたい 100% のうちどれくらいの満足度なのか、合格に向けてどれくらいできているのかが分かります。そして3つ目、この教材で何がメリットがあるのかというと、今後対策する上で、外部の模試だったり過去問を解いたり日頃のテストだったり対策する上で自分の成長の度合いが分かってくると思います。比べるためにはまず基準が分からないといけないので、おそらく受験期までに、あ、最初受けた模試ってこれぐらいしか取れてなかったのにこれだけ成長できたなということが知ることができるので、ぜひ皆さんこちら無料なのでぜひぜひプレゼントさせていただきたいなと感じております。でこちらなのですが、令和4年度向けの中1から中2の範囲高専入試の数学の模擬試験の教材でございますが、こちら申し込みは概要欄から、URL をたどってご覧ください。料金は無料でございます。そして対象は高専受験の予定の人ですね。来年度高専受験、しますよ、高専の入試受けようかなと思っている方々、ぜひご利用ください。そして入力情報はメールアドレスのみとなっておりますのでご安心ください。そして問題配布は3月21日、1日から随時配布させていただきます。日曜日ですかね、はい、ということであらかじめ申し込んでいただいていれば、問題配布させていただきますよと。で最後に、回答期間は4月3日まで、4月3日までに回答していただくと、まあ、採点は自動でその場でされるのですが、最終締め切りが4月3日まで、そして3月21日から4月3日まで、申し込んでいただいた時点で随時配布、問題を配布させていただくという流れを取らせていただきます。はい、ということでですね、こちら、まあ、合格に向けて早々ともう当チャンネルを見つけていただいて対策しようかな、情報収集しようかなと思ってくださっているあなたです。新中3のあなた、もしくは既卒生のあなた、全力で応援させていただきたいと思っております。おそらく多分トップバッターになるのではないでしょうかね。おそらく高専受験生に向けた教材だったりサービスっていうのは、まあこの時期いないんですよ。いないので、まあこれにならない。だからどの会社も力は入れないんですけど、そう、これはもうボランティアというか社会貢献のための活動なので、令和4年度向け、もう早速このチャンネルを見ていただいている意識の高い素晴らしい新中さんのあなた、高専に入りたいと熱意を持ってくださって見ているあなた、あなたの存在を僕はちゃんと知ってます。見てくれてるって知ってます。新中さんの皆さんね、本当に意識が高いですね。はい、そのあなたの熱意をより成功に近づけるために、この模試お届けさせてください。令和4年度中1から中2の範囲高専入試模擬試験、もう一回確認しておきましょう。申し込みは概要欄から、料金は0円、対象はあなたです。そして入力情報はメアドのみです。そして、問題配布3月21日から随時、そして、回答期間は4月3日までということで、はい、どういうものかと言いますと、やはり高専入試変わりますよと言ってましたね。もう一回おさらいしておきましょう。これでした。指なんか考える力、判断力、表現力というふうに書いてますが、おそらく、まあ、個人的に端的に表現させていただきますと、まあ、お決まりの問題、教科書通りの問題がショートカット減るのかなというのが、ちょっと俗に言うちょっと簡単な言葉で端的に表現するとそういうふうに変わるのではないかなというふうには思っております。聞かれることは一緒なのだけど、お決まりの定型通りの問題がどんどん減っていくのかなというのが個人的な見解でございます。それがこちらでございますね。プラス日常なもの、日常に応用されているものと交えて出題されるのではないかというふうに個人的に感じております。はい、ということで先ほど、申し上げさせていただきましたこちらですね。はい、こちらの各都道府県でこちらの、思考力、判断力、表現力をより濃く検査するための、過去問、そして従来の試験の過去問、そしてどういうふうに応用されているのか、この3点を気をつけて作成いたしましたこちらの教材、無料でお届けさせていただきます。このチャンネルを早々と意識高く見てくださっているあなたに、ぜひともプレゼントさせてください。はい、ということでお知らせでした。次年度高専受験生のプレゼント、まあ、仮に、今年、高専受験してくださった皆さんのご兄弟ですね、弟さんだったり妹さんがいらっしゃる場合は、ぜひお兄ちゃんとかお姉ちゃんとか、親御さんが申し込んであげて、ぜひとも問題ね、渡してあげて、解かしてあげてください。回答方法とか の詳しい内容はですね、また申し込みフォームだったりサイトのページなどでまたご案内していますので、またそちらをご参照ください。はい、ということで今回の動画は次年度高専受験生、無料のプレゼント動画ということでお知らせさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。また違う動画だったり生放送でお会いしましょう。それではご清聴ありがとうございました。 Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.